函館山、立ち町岬から見た大森浜、大森浜大森浜、卓木昇公園付近大森浜は、北海道函館市の海岸である。住吉漁港より、湯の川温泉、松倉川川口付近までの津軽海峡に面している。かつて、この一帯には、津軽海峡から運ばれてできた、高さ30メートル、東西1キロメートル、南北300メートルもの砂山があり、 大森は、その砂の盛り上がる、大森より名付けられた。砂山には、浜なすが咲き美しい景観が広がっていた。戦前、青函連絡線通信用の無線送信書があったが、昭和9年函館大火で消失。また、貧しい人々が砂山に穴を掘って建てた掘立小屋の、並ぶ、侍部落、砂山部落と呼ばれる地域であったが、戦後、 砂鉄を取るため砂山は取り崩され、掘った手小屋も立ちの木により、現在はその面影はない。1907年に石川拓木が函館に移り住んだ際に、大森浜と砂山を愛し歌を詠んだことにちなみ、1958年、大森浜沿いに拓木小公園が整備され、本郷新作の銅像が置かれている。1885年に海水浴場が設けられたが、 1954年に遊泳禁止区域となったために廃止された。亀田川はもともと函館港側に河口があったが、年々土砂を運び港を浅くし、1877年頃からコレラなど伝染病が出始めたので、1883年に内務省に雇われていたオランダの土木技師、ローウェンホルスト・ムレデル3月21日、函館大火が起き、 この浜へ避難した人々が、炎と激狼の挟み撃ちになって、逃げ場を失い歴史し、または投資した者が多数出た。明治時代、亀田村、丹谷村経由のルートと、並び箱館区と下床村を結ぶルートの一つであったが、1887年に亀田村から直接向かうルートが開通した。現在、公共交通機関では、下記のものが、 大森浜沿いの国道278号線を通る、ありがとうございます。